はい、ロット巻きね。もう練習しかないんだけどね。はい、スライス取ってね。よく両端がたるむ原因、まあ、さっきも言ったけどね、力がね、こういう風になっちゃってんだよね。これはもう簡単な理屈なんだよ。こういう風になったり、あとこういう風になっちゃったりね。こうやって下で巻いたり、こういう上で巻いたり、下で巻いたり、こうやってところ面がばらけちゃう。ね、まあこういう風になっちゃってるんだよね。で巻いちゃってるからね。でも慣れてるとこういう風に巻いても滑っちゃってんだよね、中でね、毛がね。でコツはなん、コツがあるって言えばあるかもしれないけど、結局練習しかないんだよね。自然な力であと巻くとやっぱりツヤがいいよね。力入れるとかえって汚くなっちゃうからね。だから耳たぶ引っ張るぐらいの力だよね。耳たぶ挟んでね、痛くない程度にね、ね、たるまない程度の力でいいんだからね。たるまない程度の力でね。コツなんかないよ。コツっつうより練習なんだよね。コツっていうよりね、練習なのよ。こういうとこもね、力ね、毛が滑る逃げるってやるとね、どうしても力入れて持っちゃうのよ。そしてふわっとね、軽く持つっていうのがコツなんだよね。どうやったら軽く持てるって言ったら、もう練習しかないんだよね。コツ、うん、引っ掛けちゃった。これね、1枚だと引っ掛けるから嫌なんだよね。なんで端がたるむんだろうね。まあ、慣れると端はたるまなくなるんだよね。あ、ペーパーだ。これ薄いペーパーでやると端がたるむんだ。これ今厚いペーパーだからね。美容学校にやったら、言ったらほら、これ今、薄いペーパーでやるとこあるでしょ。今ほら、これ何回も再利用できる厚いペーパーね。薄いペーパーってあるよね、こうやってね。使い捨てのワンタイム用のペーパーね。これはね、薄いからね、端が、あれだね。これはね、薄いから、クッション性がないんだよね。クッション性がないからね、端がたるみやすいの。ペーパーのクッション性がないから、なんつうんだろう、これね、厚いペーパーはね、ちょっとクッションになるんだよね。だからね、たるみが出にくいの。たるみが出にくいの。薄いペーパーはね、このクッションっつうかね、スポンジ状じゃないんだよね。ペタリと1枚だから、このテンションの違いによってさ、たるんだものが逃げ場がなくてたるみやすいんだよね、端っこがね。厚いペーパーはこのクッションが吸収してくれるから、このなんつうのかな、この不均一な力のこのなんていうの、この何かを吸収してくれるから、端がたるみにくいの。薄いペーパーだとどうしてもね、たるみやすいのね。なんでっつったら、クッション性の問題なんだよね。人間の頭はね、薄いペーパーでやってもね、この地肌が柔らかいから、そのなんていうの、たるみがなくなるんだよね。地肌がそのおかしな分を吸収してくれるからね。これ厚いペーパーだと左右のたるみが出にくいね。薄いペーパーでやってる美容学生さんはちょっと端っこのたるみが出やすいからね。薄いペーパーでやってる美容学生、これもうちょっとね、はい、こうやってね、シンク巻きっつうんだけどね。で、左右のたるみ取っていっちゃうというやり方あるからね。はい、ちょっとペーパーの違いによるね、左右のたるみね。これはもうしょうがないってとこあるからね。5に入ったら5に従え。